皆さんこんにちは、ゆーログです。今回はお家で簡単にできるタイ料理ディナーを動画にまとめてみました。エスニック雑貨などを使い、アジアンテイストのテーブルセッティングも意識してみたので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。